川、北条を怒涛のごとく飲み込んだ信玄は、勢いそのままに徳川領遠江へと軍を進める。武田軍は徳川家康がこもる浜松城を悠然と通過、精進して織田領に向かう姿勢を見せた。若き家康は信長への義理もあり、城を出て追撃。だがこれは信玄の思うツボだった。三方ヶ原の地で虎は容赦なく徳川軍に牙を剥く。だが徳川の宝、三河武士たちが必死の抵抗を見せる。武田の将、三方ヶ原の戦い。十分光れよ。雪村、さすが三河武士、体勢をものともせぬ名君、将を蹴散らし敵の戦意をくじくのじゃ。あなたは徳川に繋がるのだ。家康様はいい手を、皆を守ってくれる、悲しい戦いを終わらせてくれるんです。チャンスに王道をなすのは親方様だ。家康ではない。敵将討ち取ったり、好きにはさせん。役に立って死んで、そら、戦
武田軍に突っ込め。殿のもとには行かせぬぞ。近づけるものならやってみるがよいわ。開門。違えてでも貴様を止めてみせる。殿、先を急がねよ。拙者がこれにて追手を防ぎます。戦って追い詰め、皆、全身全霊で参ります。
その時までおことの言う通り命なくては何もなせぬ。さて家康一人にかまけてはおれん。このまま精進し京を目指す。こたびの戦どう見る？徳川の将の散り際見事でした。ですがあれほどの忠臣を捨て駒にする家康という男、非常に過ぎます。ほう、大事な家臣をおいそれと死なすなど大した器ではないと。将も将よの、情けも知らぬ主のため無駄に命を散らしおる。それはつまり家康にはそうまでして成し遂げたい何かがある。家臣もそれを心得ていると。信行は里いの。さて気がかりなのは雪村よ。おことも薄々感じていよ、雪村の本質を。あやつは信繁に似ておる。どこまでもまっすぐ、己の信念に死すような男よ。もし弟を失えば私は親方様のようには振る舞えないでしょう。それでは雪村が悲しんじゃうよ。堂々とせよ信行、死なだれた背中を雪村に見せてはならん。はい。すまんね、信行。家康は倒せても間に合わんかもしれん。おことに。わしと同じ思いはさせたくなかったが。戦は終わったってのに物騒な目だ。三河武士の死に様に当てられちまったか。
左近殿。どうせなら生きてる人間を見ろ。それは徳川家康。あの男一人生かすために将も兵もこぞって命を投げ出した恐ろしい男だ。ただの逃げ足の速いタヌキじゃないっすね。奴がこれで終わるとは思えない。倒してみたくならないか。堂々と真正面から。はい。